はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード RE4、チャプター10の続きで、奈落の先ですね。あれ、ここにトレジャーがある。ちょっとこれだけ回収しに戻ろう。これかレッドベリル。じゃあ先に進んでいきましょう。こっちの方ですね。武器はハンドガン、マグナムはまあ使ってないけど、弾が2つ予備あるのか、まあ、最悪2発はいける。あ、ちょっと待って、なんかある。液体窒素による緊急封鎖設備、先月ご依頼された液体窒素シャワーの導入、劇物失明、当初死亡のリスクがあります。これを利用しろってことだよね。慎重に一応地図を確認して、ここにトレジャーがある。でこっちエレベーター、どうせこのエレベーターあれでしょ、使えないんでしょ、最初電源が来てないからとか言って。これもえ、なになに、うわあ、ちょ、待って、ちょっと待ってよ、知らんがな。こっからか。これはだからなんか多分敵が来るからその時に押せってことね。わかりました。でこっちが、あ、いけない感じになってるから、だからこっちに行って、これも探求の書、このペンを開けば黒い水が私の血の管を巡り全身に巡り始める、全身、管を通り全身に巡り始める。最も苦痛に満ちた時、その苦しみさえ待ち遠しい、次に目覚めた時、ラモン様のしもべ、イシドル・ウリアテ・タルベロ。これさっき書いてたやつじゃん、なんか変なやつを。処刑者ベルデューゴ、ベルデューゴがあれか、敵か。これが早いっていうのが分かった。ナイフで人差し、なんかいるわ。これは多分実験体の人だよね。でここ絶対電力供給、そうだよね。消費電力を抑えるためエレベーターを含む電力供給を遮断している。ブレーカーの操作が必要。いや絶対このブレーカーのところに行くときに、さっきのベルフェゴールじゃないけどが出てくると。強化手榴弾、あ、ボルトがあんじゃん。マジでいらねえボルト。あ、黄色1個所持してんのか。ガンパウダーがちょっと少なめなんだな。素材はあるけどボルト弱い。あ、これ使えそうだよね。ショートナイフ、いや、ここ開けたところか。マジやだわ。あー、来た、どこだこれ。ちょ、待って、マグナム、マジか。あ、ここにあるな。え、これブシューってやってから行った方がいい。もう一回見ながら行こう。カチャカチャ操作煩わしいかもしんないけど、命の方がってか、ヒットポイント結構減ってんな。ここ隠れられる。あ、ここにもある。あ、これ何、え、これ何、これマジでガチャってやっちゃっていい。あ、それ開くのか、なるほど。あれ、この先どうやって行くの。じゃあここもなんかが開くんだな、きっと。で多分電力供給するとあそこが開くから。でもベルフェゴールが来るから、あれ、ここなった何の部屋だ。あ、ここも多分、まあ、ここら辺駆使して結局戦うのか。あ、開いてない、え、開いてないよね、やっぱ電力供給か。多分今まだ追われてはないな。そうするとどうすっかな。一発耐えられるだけの
耐久力があるから一発食らってからこれ使いたいよね。一応アーマーは着てるから。うおー、びっくりした。ああ、待って、もうちょっとコントローラーぐちゃぐちゃになっちゃったけど、なんとか回避できた。少し回避慣れてきたかな。これもう一回あんな。じゃあもう一回っていうか何回かな。多分慎重に行こう。おお、来たしゃがんでればなんとかなる。え、ショットガンの弾。地図見てばっかだからね。ここ多分一周回れっから、多分近づいてきますやつが。で多分その液体窒素駆使しながらやるから、アイテムだけなんか回収しときたい気がするけどな。これだな、まずこれだな。だからこれ絶対押すと、はい、ブレーカー行きました、復旧しました。で絶対来るよ。これ来た。まずこっちに武器寄せよう。どんだけ速いかだな。あー、こっちから来てるやんけ。ちょ、待ってパニクってる。うん、待って使う。よし、逃げろ。多分速いな。んどっちから来るこれ。そのさ、待ってカッチャー。ええ、よし、自分もちょっと食らっちゃったけど、とりあえず逃げよう。もうん、待って、これか、マジか。多分倒すっていうよりは多分逃げるっていう感じだから、よし、ここは OK で、次の、え、うわー、来るまで待てってことか。まずエレベーターの位置を確認。エレベーターの位置だってここでしょ。この宝石取れるか。あ、ここ行けないわ。ってことはこっちからこの中に行けんのか。 What's your move? どっから来るって。ちょっと待ってでこっち行ってもしょうがないよね。あ、でもあれあったのか。確かあったよね、これ。あったわー。ちょっと待って、回避できねえ。来たらプチッと押せばいい。あ、待って、回避。あれ、どういうこと。正面から来ると見えない。行って。なんかでもさ、これで永遠にさ時間稼ぎできるんだったらさ、回避が出た瞬間回避してよくね。来るプシュ、来い。ちょっとマジで来いや。どこ行った。行って、あ、なんか上とかも行くのか。回復薬がマジでないかな。ちょっとここ諦めよう。あのプシューがなんかうまく利用できてねえな。あ、ここにアイテムあるけど、これ、あ、これでここが、あ、なんかこれでここが開くからその間に行けみたいな。どっちから来てる、まずやつのあれが見えん。しかもここあれないし、はい、回避はまあ落ち着けばなんとかなる。あ、ちったよ、見せた時やな。あ、いて、全然ダメだこれ。次食らったら結構まずいよね。来たか、行って。これさ、倒せない。とりあえず逃げよう。あー、マジか。ショットガンもハンドガンもあるしな。まあこっちだな。あとプシューが、てかどれくらいさ待てばいい。押しちゃおう、これ。来い、よしアイスも食ってろ。ザーマー見やがれ。でここが勝負か、多分。で電力が多分来ると、電力供給されましたって多分なるはず。でもこっちの方にもまだあったよね。ここら辺に1個あったよね。あ、ここら辺。いや、遅い、一歩遅い。どっちかと来てる。どっちにいるかをちょっとマジで。よし、2回くらいで多分出現するかな。来てる。押した、じゃあ俺が立ちたよ。
よしよしよし、とりあえず持った。あれこれ、あ、デレイかけられるわ。消えろ。倒すべきか。この時に、ちょっと待って、マジこれショットガンだ。うわショットガンの弾が足りない、やっぱ来てないな。あ、もうちょっと、これここによ。うわはい、あっち行くか。あれって再始動する？いや、再始動しないな。来た、これはもうやるしかない。横を駆け抜けろ。オッケーオッケーオッケー。レオン、ちょっと足遅くないか、大丈夫か。多分倒せるけど逃げることもできる。弾薬は無駄にしたくないかな。あの宝結構いいのありそうだけど、ちょっと今は無理だ、そんな余裕がない。よしよしよし。で、ちょっと待って、ショットガン回収したい。どっかに置いて、あ、これか。結局取ってなかったのか。よし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 。ライフルもゲットして、ここは多分一周回れるから逃げるチャンスにはなるよ。来た、よし、こだ、これで逃げよう。あの木箱はもう無理です。おし、来た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 。あとこのまま突っ走っていこう。多分倒すより弾丸の節約にはなったよね。結構長かったな、来るの。よしよしよし、頼む。どこだ、もう行ったか。これか。オッケーオッケーオッケー。なんとか逃げ切ったわ。侵食されている。Your suffering came in just as it has from his daughter.Who has joined us in communion, and now she is of our flesh, of our blood. My faithful disciple will show her the path. Go now. Deliver to these vagrant children their salvation. As you wish.てか進行を遅らせる薬はないのかな今回。なんか普通の原作のバイオ4だったら、なんか進行を遅らせる薬みたいな感じで飲んで、ある程度耐えてたけど。I'll make it cheap for you. という感じで、チャプターエンドになりました。まあ、キリがいいので、ちょっと今回はここで終了したいと思います。まあ、リザルトだけ見て地獄の底。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。